こんにちは、ワッキーです。ティアックさんからレビュー用に商品をお借りいたしました。 DA コンバーター内蔵ステレオアンプ A-H01 です。非常にシンプルです。今回ね、何を試してみたいかというと、こちらの USB です。アンプですからスピーカーは別途用意する必要があります。こちらにスピーカーを LR つなぎますね。それとサブウーファーの出力ポートもついています。ラインインが2系統、こちらがデジタル入力ですね。それに USB。 今回一番気になってるのはこちらの USB なんですよね。何で使いたいかというと、 Mac mini の音声出力をこっから出してみようかということで、ちょっと楽しみにしてます。じゃあ早速つなげてみましょう。パソコンの裏に回ってきました。まずはスピーカーと USB と電源、これだけつなぎました。たったこれだけです。非常にコンパクトで簡単です。 Mac mini につなげました。どこにあるかというと、こちら、ここすんごいちっちゃいですよ。これこんだけですよ。パソコンから USB 接続で使用する場合には、まずは TIAC のサイトからドライバーをダウンロードしておく必要があります。ドライバーのインストールが終了しましたら、システム環境設定のサウンドの出力を見てください。この状態ではまだ何も出てきてないのですが、アンプの電源をオンにしまして、こちらのソースボタンでピッピッピッって押すと入力ソースが切り替わるので USB を選択します。するとこの環境設定の一番下に USB で接続されたアンプを選択できるようになっております。これでもう接続完了ですね。じゃあ実際に聞き比べてみましょう。ではまずは内蔵スピーカーから聞いてみましょう。このような感じですね。ちょっと薄っぺらい感じですよね。じゃあ続きまして、アンプでつないだスピーカーから鳴らしてみましょう。おお、明らかに違いますよね。これ実際今まで使っていたスピーカーと同じなんですけれども、やっぱり Bluetooth で飛ばしているのと直接 USB でデジタルでつないでるのとじゃ全然違いますよね。全然ノイズがない。これは音楽鑑賞、映画鑑賞に十分耐えられますね。こんなちっちゃいアンプなのにすごい高出力なんだよな。これすげえな。ちょっと大きさの比較のために Mac mini と重ねてみました。 Mac mini よりも若干大きいぐらいですね。こうやって重ねて使ってもちょうどいい感じですね。以上、 DA コンバーター内蔵ステレオアンプ A-H01 でした。コンパクトなのに高出力、素晴らしい。